じゃボケ鈴木、マジでか。4勝4敗でここまで来て、ここで落とすとはね、鈴木あっちゃクソくらいだ、あの野郎ボケが。特に鈴木、ふざけんなよ、これ舐めやがった、ほんとら。ここまで、コジが、やられたってね、お前ら、お前、よう覚えとけよ、おら。おい、明日でも明後日でも、お前、行ってもやったろ、鈴木、この野郎。ああ、クソが。バカ誰が、お前、ふざけんなよ。おい、あーちゃんも、バカ誰が。鈴木君なんかクソくらいじゃボケや、ほう。タグリーグもうこうなったら勝敗、もちろん勝つには越したことない。でもね、あんなアホども鈴木ども、みんなクソ悪いね。クソったらがアホだろ、やったらかアホ。コジ大丈夫か。大丈夫かな。悪かった。全然こあそこまで追い詰められて、コジが、助けられなかった俺も、しょっぱいけどね。でも、なんか気分収まらないんですよ。こんなタッグリーグの中でね、こんなしょうもない試合してもうて恥ずかしいですね、本当。クソだ。コジありがとう、ごめん。いらっしゃい。これで4勝5敗、もう、なんだろう、5敗もしてもうたら、あとはみんな足すみたいなもんかもしれないけど、でもね、まだまだ続くんやったら、タグリーグ明日からまさってもずっと続いていく、やって続いていく以上は、最後まで最後まで諦めないでしょ。全国各地の天狗寺ファンにね、その元気の姿を見せに、そして勝利してがっちりと、天狗寺がまだ健在っていうのを見せなきゃいけない。勝っても負けても俺らがね、新日本の中で、存在してるっていうのを見せなきゃいけないと思ってるし、まあ5敗、ここがボーダーラインというかね、もうここから先はもう、どうなるか分かんないというか、いやー、悪かった、ごめん、コジ。どうした、頑張りましょう、はい、まだまだ明日、はい、頑張りましょう、明日からですね、やっていこうぜ。ありがとう、どうした。今日の試合がこのシリーズで一番肉体的なダメージはきつかったかもしれない。だけど今日の試合が一番いろんな意味で気持ちが高ぶった試合だったと思う。そして今日が一番天狗寺の頑張りを見せられたんじゃないかなと思う。俺たちは毎日毎日日々天狗寺としての戦いを更新している。今日という日が一番新しい天狗寺だから。それは負けてしまってもそう、今日は負けちゃったけど、それでも新しい天狗寺だよ。一番新しい天候地であることには変わりないから、ダメージ深いけど、明日はまた今よりも元気のいい天候地になる、そうやって毎日俺たちはいろんな意味でプロレスラーとして新しく少しずつ生まれ変わってる、誰かが言った20年前と何も変わらないって、何も変わらないこと、それもはっきり言ってとても大事なことだと思う。何も変わらないで20年間という時間、逆に変わらないでいられることは逆に尊いと俺は思ってる。それだけ時間というのは本当にいろんな意味で残酷だけど、だけど今こうやって生きている、それは全て今俺たちの天狗寺がここにいる証拠だから、それが2019年の天狗寺だとしても、弱々しい天狗寺だったとしても、それはまだ今も生きている証拠だから、また明日も生きていこう。あれでした。天山小島、お前らプロレスやって何年だ、タッグ組んで何年だ、お前らの新しい呼び名俺がつけてやる。天山小島、略して生ゴミだ。It's simple, so simple, so easy. Everybody dies, and no one is ever taking this from me. No little pieces of shit here. No little pieces of shit anywhere. Everybody fucking dies. お前らのやってるタッグマッチ古いんだよ。古いんだよ。アップデートされてねえんだよ。
お前らのやってるプロレスはな、そう90年代のおもう使い古された古いプロレスなんだよ。おい、俺とランスこのチーム今やってんのは2019年最新版だ。当たり前だろ、それが俺たち鈴木軍一番。